こんにちは。心理カウンセラーの高森です。うつ病を3ヶ月以内に治したいですっていったふうに、こう期間を決めるっていう感じでおっしゃる方がいらっしゃいます。さあ、これはこう風邪を治すのと同じような感覚になっていらっしゃるんだと思うんですね。確かに風邪であればある程度養生すれば、その後はすっきりして何事もなくっていうことが可能なんです。ただうつ病というのは再発しやすい症状です。ですから一旦良くなったと思っても、そこで前と同じように無理をする、頑張るってやると割とすぐに再発するっていうこともよくあります。ですからこれはもう完全になくなってすっきりさせて、それからバリバリやるというよりは様子を見ながらやっていくっていう方がいいと思います。ここまではうつ病、ここからは完治っていうふうに明確にラインを引いてやっていくのではなくて、ある種自分自身を注意深く観察しながらやっていくっていうのがいいと思います。こういった内容をよりお知りになりたい方はカウンセラー高森で検索していただければと思います。最後までご覧いただきありがとうございました。